ケーゼントクラスシリーズトップ3の方にご登壇をいただきます。シリーズ表彰シリーズ第3位は優勝1回89ポイント春日正信選手。はい、どうもう一度どうぞお上がりください。なんとなんとなんと何もない、シリーズ第3位でございますよ、ランカーでございますよ。続いて第2位です。第2位は90ポイント広岡陸生選手、おめでとうございます。そして見事シリーズチャンピオンは本日来週のヨーロッパでの世界戦のために今日は来ておりません、イタリアで練習中です、中村義明選手でした。おめでとうございました。全勝しました中村義明シリーズチャンピオンです。お母さんがやる、お母さんお母さん逃げないで、お母さんお母さん乗ってください。いやだってここ不在なのもあれだし、なんまあまあまあ、スタッフが捕まえに行った、スタッフが追いかけます。異例のチャンピオン表彰、あ捕まった捕まった、お母さんおめでとうございます。息子さんはやりました、息子さんは頑張りましたのでございますよお母様。はい、どうぞどうぞ、そんな照れなくて、あおめでとうございます、イエーイ、お母さんみんなスキャップあげます、イエーイ、やったー。さあそれではお受け取りいただきましょう。まずは賞金でございます。中村選手には賞金3万円が贈られます。はい、おめでとうございます。はい、そして2018年のエントリーサポートチケットが贈られます。その他トローリーバッグやバックパックなども贈られます。はい、ではにっこり笑ってくださいね。じゃあお母様にインタビューをさせていただきましょう。いやいやいや、今シーズン見つめてこられてハラハラドキドキもされたんじゃないかと思いますが、いかがでしたでしょうか。もういいです下ろしてくれ下ろしてくれ。じゃあせめて今イタリアで頑張ってこれから移動する息子さんに世界戦に向けて一言。できる限り頑張ってきてほしいと思います。はい、ありがとうございました。母の言葉を頂戴いたしました。改めましてシリーズチャンピオン中村義明選手、第2位広岡陸生選手、第3位春日正信選手でした。おめでとうございました。はい、それでは最後写真ですけれども、もう一度改めてフォトセッションよろしいですか。お母さんどこまで付き合わされるんだろう状態になっておりますが、にっかり笑ってくださいね。はい、よろしいですか、よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。それではどうぞご講談ください。